はいどうも皆さんこんにちは、今回はリトルナイトメアの DLC 第2弾の、ザ・ハイドアウェイ秘密の部屋をやっていきたいと思います。でこれはモーの動力室からキッド君が目覚めるんですけど、そっからノームと一緒にノームと協力して脱出を目指していくという感じの DLC となっております。説明がそんな感じでした。まあ、なので早速やっていきたいと思います。この可愛いノームたちとね一緒に冒険していくのかなと思いますけども、はい、でははいということでいきますか。最初の方はね、前回のまあ DLC 1弾からの続きで一気に2段目に入っちゃったみたいで、それちょっとやっちゃったんだけど、今回また改めて1からやっていきたいと思います。なので最初は多分前回見たムービーから入ると思う。何袋詰めにされた状態からスタートかな。でね、この DLC2 弾なんだけど、まだ3弾がね配信されてないみたいなんで、それはまあまた配信されたらやりたいと思いますので、配信されたらすぐやりたいと思いますので、まあ皆さんお楽しみにということでね、今回は2弾やっていきます。さあ、そして袋の中から脱出をすると、普通の人間だったら死んでるよな。死んでるかは分かんないけど、意識失ってるぐらいの高さだと思うけど、キッド君は意外と体が丈夫なんだねこれね。でこの三角形のアポロみたいなやつがこれノームですね。この子たちと一緒に、今回は攻略をしていくんじゃないかな。さあ行きますか。よし、でライトは持ってんだよね。めちゃくちゃ可愛いんだよな、ほら。近づくとすぐ逃げてっちゃう。あ、ここの穴入ってったんだ、気づかなかったな。いっぱいいるんだよねこの辺に。でどこのやつだったかな。おお。めちゃくちゃ可愛い。これ掴めないのかな。この最初に行く子たちは掴めないんだ。この子が挟まるんだよね。おい大丈夫か、ほら行くぞ。めちゃくちゃ可愛いねこれ、マジで。一家に一人は欲しいね。でね、このさ、リトルナイトメアの何がいいって BGM またいいんだよね。このサウンドトラックあるんだけど、それ買おうかな。サウンドトラックもなんか別売りであるんだよね。でこれノームに開けてもらうって感じかな。おわ、こういうことか。ほう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 。よし。あ、いっぱいいるじゃん。かわいいな。ついてこれんのこれ。あキッド君がジャンプするとこのノームもジャンプするんだよね。で、しゃがむとノームもしゃがむ。同じことするんだよね、これ。めちゃくちゃかわいい。ほい。いけ。行くぞ。行くぞ、ノーム。レバーを下げてくれ。ほら。行け。あー、マジか。ちょっと足りなかった。ほい。よし。いい子だ。で、このノームくんとはお別れかな？あ、よかったよかった。来れた来れた。よし。で、ここは？二人で押すとか？おーやばい、なんか楽しいな。今までさ、ずっと一人でやってたじゃん、俺、このゲーム。リトルナイトメア。でもなんかこうやってさ、ノームくんとやることによって、ちょっとなんか、ね、一人でやってる感じが出ない。お友達とやってるみたい。よし。上見てるね。ここに行けってことかな。でもノームくんしか行けないよな。あれ？どうすんだ、これ。あ、こっちか。あ、上になんかあるけど、あ、行けんのかなあれ。なんか、行けそうな空間があるな。後で行くのかしら。うわ！これなんか怪しいな。出てきそうだね、なんかね。で、あっこに、もう一人ノームくんが捕まってるから。あ、お、揺れてる。おい、大丈夫か。一回離れんだね。捕
捕まえてあげると仲間になるって感じか。あ、で、これでどんどん農具、生釜増やしていくんだ。あはは。いいね。で？これは下がんないんだ。二人いることによって何ができるんだろう。あの箱を押すのかな？あの箱をこの二人の農具に押してもらうとか。そういうことかしら。あ、そうだ。いけいけ。ありがとう。お疲れ様。助かったよ。よし。じゃあ僕もう一人のノム君助けに来るね。助けに行くね。はい。大丈夫かい？ほら。よし。さあ行くぞ。よし。三匹目だ。おい。みんな行くよ。何やってんの？行くよ。よし。よし、いい子だ。おーい、大丈夫。壁にぶつかってるよ。大丈夫？はい。ちゃんとついてきてね。行きますよ。あれ？ちょっと？何やってるの？行くよ。はい。で、これ3人でいることによって、扉を押すんですよね、これ。よしよし、そういうことでしょう。いいねー。頑張れ、頑張れ。精一杯押せ。よし。さあ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 。みんなで脱出しような、ここ。モーの動力室らしいから。結構重要な場所だね。ここは？で、リバー引くんでいいの？なんかレバー引いたら、ちょっと待って、一回、先行っちゃおう。レバー引くことにより何が起きるんだろう。ちょっと怖いから先に進もうか。どこ行くの？なんで勝手に進むの？あ、仲間がいるんだ。なんか指さしてる。何？指さしてるね。何かあるのか？え、ここなんか怪しくない？てか、さっきのレバー何だったんだろう。おお。あ、ほう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 。石炭的なやつ入れてんだね、これ。こうすることにより何かが作動するんだ。はあ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 。あ、で、上登ってくって感じ。働き屋さんだな、このノームたちは。あ、なんか扉開いたけど。何？なんかいろんなこと起きすぎてわけがわからない。ちょっと待ってね。一回レバーも引いてみたいな。ちょっと待っててね。何かしら？あ、ここにも何かある。ん？石炭が落ちてきた。自分でも入れろっていう、こと？違うかな？持ってってみよう。すごい働くな。ほい。あ、なんか自分でもできますよっていうあれか。あ、ごめん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 。邪魔してごめん邪魔してごめん。あれ、ここは登れるよね。よしよし、行ってみようか。とりあえず行けるとこ全部行っちゃおう。上上がって、これもなんかできそうだな。なんなんだここは。ん？これなんか意味ある？いまいちよくわかんない。もう一個上上がれそうだからそっちも行ってみよう。ずーっとノーム働いてるね。大変だね。そういう風になんか設計されてんのかな。ノームくんって一体何者なんだろうね、本当に。ここが上か、一番。お別れですか、あの子たちとは。ちょっと寂しいけど。えい。まあ、とりあえず先進んでみよう。あ、あ、ちょ、待って待って待って。これもしかしたらさっきのさ、あの石炭部屋の上の部屋かもしれないね。
ほう。あ。うわ。趣味悪っ。うわーお。怪しいね、ここね。よし。こうだな。え？あ。ちょっと。死んだかと思った。これやばい、これやばい。絶対やばい、絶対やばい。出た。ライトつけちゃおう。バレてないのか。うわ、怖すぎ。何すんだここで。何やってる。あね、この人ね、目が見えない代わりに耳がすごいいいんだよね。だからちょっと音立てるだけでもバレたりする。気をつけないといけない。そっちの部屋行くのか。オッケー。そろ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 。怖すぎる。よし。で、ジャンプしていい？うわ、怖っ。マジ怖え。よし。いけそうだね。こっち行って何がある？レバーがあるな。あ！いた！これね。この猿の、おもちゃを投げることによって、こいつの気をそらすことができるんだよ。だから、一旦これを使って、どこに投げればいい？こっちか。全然じゃん。全然じゃん。全然猿の方見向きもしないんだけど。なんかもろこっち掴まれたけど。なんだ今の。え、この穴に投げ入れてみるか？多分間に合わないわ。もっと時間必要だ。穴に投げ入れてみよう次。こいつ耳良すぎるだろ。呼吸の音ですら聞いてきそうだね。普通にやめて。何もないよなここ。穴に猿の人形入れてみて、猿のおもちゃ入れてみて、なんかこいつがその穴にはまってくれたりとか、なんかそういうのしてくれたら多分いけると思うんだけど、そういう感じの動きはあるかな。さすがにねえか。ちょっとこっち寄りに投げて、ちゃんと布の上に。どこまで来る？よし。オッケー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 。投げ入れてみよう。あんま意味ないと思うけど。いやー意味ねえわ。意味ねえ意味ねえ。全然意味ねえ。これどうすんのマジで。マジで分からんのだが。 あそこに穴あるな。あ、待って待って、レバーあるって。どえ、待って待って、ちょっと待った。何これ。何これ、なんかレバーあったよ。あ、スイッチが押せる。あそこの何のスイッチか分かんねえけど、ちょっと何なんすか。ウィーピョーン。はい、もう分かんねえだろどこ行ったか。よし、じゃあな。あそこのさっきこいつが作業してた。待って。ああ怖い怖い怖い。作業してた台のなんか横のボタンが押せそう。こいつがもう一回移動したら。レバー上げないでね。ちょ、しつけえな、おい。
いや、いいのか。逆にそっち行ってくれんなら。こっちはこっちで。ほら、あれ、なに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 、うるさいうるさい、この音でこいつ何も聞こえなくなるのかな。なるほど、この間に、急いで回して、よし、行った、やったぜ。気づかなかったレバーに猿の置物全然関係ねえ。よし、何何これ、気持ち悪い、ネズミ、ネズミが出てきたよ。これは何もない。このはしごもちょっと高さ足りないね。登るには高さがもうちょい必要。ん？あ、おお、大丈夫か？また発見したぞ、ノームを。助けてあげたい。何かあるか？使えそうなものがないな。すまねえ、ちょっと待って。ちょっと待っててね。どっから行くんだろう。ノームくん使ってはしごを渡るんだろうけどな、多分だけど。あっ、あ、ジャンプで自ら落とすって感じか。ほう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 、干渉、自分が干渉せずともノームは自力で脱出することもできるんだね。よし、じゃあ行こうか。こっちだよ、おいで、ノームくん、こっちのはしごに行ってもらいたいんだ。引っかかってる場合じゃない。こっちだよ。ここに行ってほしいんだな、俺は。はい。ほれ。あ、ありがとう。助かった。はしごは登ってこないんだな。さっきもそうだったもんね。よし。で、まずは探索から。何がある？そっちには行けなさそう。こっちの穴は？行けるね。暗いな、しかし。あ、スイッチがある。暗。おーっと、なんだこれ。映画ですか？え？一体何が始まるんだ？あ！はあ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 。うわー、これね、本編でもありましたね、このシーン。この場所っていうの。あ、すごい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 。懐かしい。あ、シックスちゃんいるじゃん。監視カメラ的なやつか、これは。ほう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 。すげえ。こんなんもあんだね。本編見ててくれた人ならわかると思うけど、今のシーンは完全にシックスが攻略した場所だね、全部。怖っ、ここ。よし。あ、違う、逆逆。下ろすんでしょ、これ。下ろして、ノームくんと二人で押すって感じかな。で、扉をぶち破る的な。あれ？でいいの？あ、オッケー。そして下に降りるんだけど、下にはどうやって降りればいいのこれ。え？これに捕まるのかな。え、ちょっと怖くね？合ってんのかな。やばいやばい、怖い怖い怖い。こっちから行けない？あ、いけるわ。あぶね。また命を無駄にするところだった。
よし。こっから降りていくぞ。あれ？あ、びっくり、危ねえ。そう、え、今の高さ大丈夫なら実は飛び降りても大丈夫だった説。で、これ単純にそっちに押すんじゃなくて、ここの坂道を利用して、扉をぶち破るって感じだろ。あれ？あー、ちょっと、大丈夫？まだノームくんが足りない説ある？押してくれ。あー、ダメだ。まだノームくんが足りないぞ、絶対。あれ？それ大丈夫なんだ。ところ。あ、っていうか、これを踏み台にすればいいのかな？普通に。あ、おい、待って。ちょ、ごめん。固定概念にとらわれ。うやばいやばいやばい。こうでいいの？あー、これでいいんじゃん。もう、固定概念にとらわれすぎだ、マジで。こうだと思ったらそれしかないっていう考えをちょっと一旦捨てないといけない。これは？まあ、届かないな。これはまあ、ノームくんにやってもらうんだろう。っていうね、固定概念はまあ、捨てまして、いるね。向こうまで行こう、とりあえず。あらららら。やっぱ BGM いいなぁ。あ、降りちゃった。戻れねえ。あ、やばい。待って。ほら。くっそ。なんでこいつこんな速えんだ。ふっ、いや、よし、捕まえた。よし、いい子だ。これどうすればいい、これ。ほれ、あれ、先に上行っててくれ。はい。あれ、届かない。こっちから行ってみる。あららららら。ほいさ。よし、いい子だ。あれ、自分も同じように行ける？よし。じゃあちょっとレバー避けてください。お願いします。はい。はい、ありがとう。はい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 。これが動くようになったってわけだな。でもって、こっちにもあったよな、レバー。それも下げてもらおう。はい。あ、で、また新しいノームくんが来る。ここにボタンがあるんだよね。これ押してみるか。今度こそこれ押せるんじゃない？がっつり。あ、横から押してくれてる。ありがたい。なんで押さえるの？そっちで。ちょっと？あ、待って。違うな。もっと勢いつけるって感じだな。だったら、この3匹でもまだ足りないと思う。もう一人必要だろう。よし。あなー、なんでだー。これでいき、あー、降りちゃった。なんで、あー、ワープした。なんだ、ほっ。これで勢いつけることによってこうやっていけるようになるんだね。で、さっきのノームくんどこ行った？どこに隠れた？どこ行った？おい、なんか、あれ、いなくなっちゃった。自分でレバー下げよっか。あ、出てきた出てきた。もう一回捕まえんだな。
待て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 、くそ、おら捕まえろ、ノーム君を捕まえろ、よーし、いい子だ、こっちには来るんだ、君にも手伝ってもらう。これで4人の力が合わされば、あの重たい列車もトロッコも運べるはず。今度こそだな、行くぞ、よし、みんな行くぞ、押せよし、何やってんだ、よーし、いい子だ、4人の力が合わさればこのくらいの坂ぐらいなら押せるはず。よーし、いった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 、問題はどこまで押すかだな、がっつり押しちゃって、でもここら辺から逆向きで、あれ、逆向きで押しまくる一人がね、これノムくん押さえちゃうんだけど、これで勢いつけばあそこのなんかボタン的なやつも押せるはず。あれ、あれれれれ、なんだなんだ、勢い全然つかないなあれ、違う違う、思ってたんと違う、待って待って、思ってたんと違う、思ってたんと違う、あ、違う違う、これ多分こっちにトロッコ持ってって持ってって、あそこの穴から出るとかかな、そうだな、こっちに逆に持っていくとかじゃないな、またそれ固定概念にとらわれてたわ、あそこのボタンを押すみたいな、あれ、はい、ちょっとどけて、ちょっとはい、いきますよー、さあ頑張れみんな、がっつり押してって、扉的なやつか、扉的なやつの上の方に丸い穴があったから、そっから出るのかな、届きそうだね、よし、オッケー、違う、ジャンプジャンプ、ほい、あれ、え、違う、え、マジで、だとしたら、やばいやばい、またこれ積んだでしょ、これ多分ね、ここに持ってくるっていうのは合ってると思うんだよね、あーっと、なんかヒントがあるじゃねえか、手形がある、あそこにヒントがあった、ここで止めて、こっちだ、こうだ、あーしよ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 し、こんなとこ登れんだな、ヒントあるね、視野を広く持たないとな。オッケー。で、まあ普通に降りて、レバーを下げてくるか。これでまたさっきの、みんなも来れんじゃない？ほい。オッケー。いらっしゃい。みんな。押してこう。まだ使うみたいだ、このトロッコは。出番があるらしい。押せい、あ、今度こそなんか勢いつけて扉破るタイプ、ほい、うい、来たー、みんな行くぞ、突撃ー、なんだなんだここは、またなんか石炭があるな、